いきなりいったと思うので、はい、そこは踏み込んで距離を吊るしてからの、あ、このそうですね、岩選手の、左から入って、あのそこの準備っていうのは岩選手かなりしてきてるなと思うので、はい、気をつけたいですね、はい、なかなか危ないかな、あの向かい打つし、アルク、いやこれ佐々木が打つですが、いずれも負傷による引き分け、まあ、バッティングで、おじゃれ当てたー、ダウンドー、先にダウンドだったのは今左のストレート一戦ラウンド。リアクションをするのか、さあそれでも前に行きます、佐々木、あ左また当たった、左当たった、ちょっと効いている、足元が少しおぼつかない、まだこれ、このまま一度止まる可能性は、ガードの上からまとめる、さあここは連打、何も打てないと止まる可能性があるぞ、お二人さらにまとめる、気をつけたいかなっていう、そうですね、これ遠い距離に持ちながら、でおお今拳を突き上げました、お右出ない状態ですよね、そでその中から左フック今みたいに狙おうとしてますね、ここが非常に冷静です、ガードを割るようなパンチで間を割って右フックが左左左左だー、